レイとシンジを取り込んだまま凍結されるエヴァ初号機、廃棄される要塞都市、幽閉されるネルフ関係者、ドグマへと投下されるエヴァ6号機、帯同するエヴァ8号機とそのパイロット、ついに集う運命を仕組まれた子供たち。果たして生きることを望む人々の物語はどこへ続くのか。次回エヴァンゲリオン新劇場版 Q。 さーて、この次もサービスサービス。ビレ空を裂くブンダー、赤い大地を疾走するエヴァ8プラス2号機。次回新エヴァンゲリオン劇場版。さーて、最後までサービスサービス。やあみんな、いつもキルラキルを見てくれてありがとう。私の名はカムイ鮮血、アイロンがけ、いやアイロンがけられが大好きな生きたセーラー服だ。そろそろ来るんじゃないかとみんなが思っていたあの総集編の始まりだ。父の敵、片立ちバサミの女を探す的井隆子は本能寺学園でその鍵を握る生徒会長桐生院皐月に巡り合う。皐月は人間の特殊能力を引き出す生命繊維を織り込んだ極性服を持って全国学園支配を企てていた。だが隆子は私カムイ鮮血と出会うことで皐月たちと戦う力を手に入れた。ボクシング部、テニス部、風紀部、トラップ開発部、園芸部、落語部、百人一首部、投げない部、軟禁玉すだれ部、その他無造無造の部活を倒した末行われた解散総選挙。ついに本能寺四天王との戦いが始まった。苦戦しながらもガバゴーリーラ、犬豚方がジャクズレノノンを倒した龍子の前に突然現れるハリメヌイという少女。彼女こそ龍子の島と一心を殺した片立ちバサミの女だったのだ。さらに桐生院財閥の総帥サツキの母親桐生院大王の登場。サツキは全国学園試合の総仕上げとして関西圏三都制圧修学旅行を実行する。レイとシンジを取り込んだまま凍結されるエヴァ初号機、廃棄される要塞都市、幽閉されるネルフ関係者、ドグマへと投下されるエヴァ6号機、帯同するエヴァ8号機とそのパイロット、ついに集う運命を仕組まれた子供たち。果たして生きることを望む人々の物語はどこへ続くのか。次回エヴァンゲリオン新劇場版 Q。 さーて、この次もサービスサービス。次回ビデオゲーム終わるぞ。トニハクがゾンビゲームとして復帰、ウヤの大カムバックです。ドゥームニューベーガスはベセスダから発表、ブラッドボーン2は iOS カードゲームになる。ハワード・トッド先生主任、コンツルがロードカッツ、スケールランドはスイッチの発売、アブシディアン・エンターテインメントは迷子にされます。絶対起こらない。迫り来る人に対し抵抗を試みる人々はネルフだけではなかった。だがその民間の開発した巨大人型兵器は公衆運転中に制御不能に陥る。引き出物を配ることなくコレクターに終始してしまう。マジにゲロマズの状況下、
残された20代すらもあとわずかしかない。30の大台へのステップを着実に踏みしめている事実。果たして梶との再会は彼女に与えられたラストチャンスなのか。次回嘘と沈黙。さーてこの次もサービスサービス。一握りのエリートが宇宙にまで膨れ上がった地球連邦を支配して54年、ジオン公国の掲げる人類一人一人の自由のための戦いを神が見捨てるわけはない。諸君らが愛してくれたガルマ・ザビは死んだ。なぜだ。戦いはやや落ち着いた。諸君らはこの戦争を対岸の火と見過ごしているのではないのか。この悲しみも怒りも忘れてはならない。父も兄も連邦の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。それをガルマは死をもって我々に示してくれたのだ。この怒りを結集し連邦軍に叩きつけて初めて真の勝利を得ることができる。この勝利こそ戦死者全てへの最大の慰めとなる。国民よ立て。悲しみを怒りに変えて立てれよ国民。ジオンは諸君らの力を欲しているのだ。